これら二つの足というのは、ローソク足の形状は違いますが、本質的には同じで、それがレンジになっているということです。はい。このローソク足の終わり値で、その高値をブレイクすると、そこから相場の上昇に転じているということがわかると思います。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、ゼロから学ぶローソク足の見方の基本。ローソク足は世界中の投資家トレーダーが使用している分析指標であり、チャートの中で最も重要な情報ということもできますが、このローソク足をどのように見たらいいのかわからないという方も多いかと思います。そこで今回、 今回は予備知識ゼロの方でもわかるように、ろうそく足の見方の基本を解説していきます。高値や安値を更新することの意味や、なぜ終わり値が重要なのかなど、知っていると知らないとでは、チャートの見方に大きく差がつくポイントも説明していきます。ろうそく足の基礎を学びたいという方、今までなんとなく見ていたけれど、改めてろうそく足の読み方の基本を知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。まずはろうそく足の成り立ちを簡単に振り返っていきたいと思います。ろうそく足の発祥は、実は江戸時代まで遡ります。当時日本各地に存 していた米の取引所、この米相場での投機取引で大きな成功を収めた本間宗久氏が生み出したものとされています相場が始まった時の価格日中につけた最高値と最安値 相場が閉まった時の価格をこのようなロウソクのような形状で表したものをロウソク足と言います。相場が始まった時の価格をはじめ値、ね、日中つけた最高値を高値、ね。日中の最安値を安値。相場が閉まった時の価格を終値と言います。ちなみにこの4つの値のことを4本値と言います。そして終値がはじめ値よりも高いものを要線。終値がはじめ値よりも安いものを陰線と呼びます。そしてはじめ値と終値で挟まれた部分をロウソク足の実態。 実体から飛びび出ている部分をヒゲと呼びます今は1日の相場の流れで説明をしましたが、これを例えば朝の9時から10時の1時間の値動きに注目し、9時につけた価格、9時から10時の間につけた高値と安値。 10時になる直前につけた価格を終わり値として、ここの4つの価格で形成されるロウソク足を1時間足のロウソク足と言います。同様に4時間の間の寝動きに注目した4時間足、1週間の寝動きの単位で記録した週足、1ヶ月の間の寝動きを表した月足など様々な時間軸でロウソク足が形成されていきます。 考案されたのは200年以上前、相場理論の古典として有名なダウ理論よりも古く、それ以降世界中で使われている日本が世界に誇る発明です。それでは続いて知っておくべきロウソク足の10種類について解説をしていきたいと思います。えー、今回は陽線と陰線と、あとはレンジですね。この3つのカテゴリーに分けて説明をしていきます。まず陽線からなんですが、この一番左の形ですね。これが陽線の中で最も標準的な形となります。最初に一般的なお話をしていきたいと思いますが、一般的に陽線を 形成する時というのはここがはめ値なわけなんですけども、まずはめ値のところからスタートして、まず安値をつけます。そしてその後に高値をつけて、最後終値をつけて1本の足がクローズするというような順番で形成することが多いです。もちろんいつもこうなるというわけではなくて、このような順序で陽線を形成していくことが多いという観点で捉えてください。 で、その意味で見ていくと、まず市場がオープンしてですね、この初め値のところからロウソク足がスタートするわけなんですが、一旦安値をつけます。ただそこから買いの勢いが強くて、日中の高値をつけて、で、今度は市場のクローズが近づいてくると、だいぶ上昇してきたということで、利益確定なども入り始めますから、高値から少し下がったところで終わり値を形成して、一本のロウソク足が終了するという流れになります。つまり要線というのは、買いの強さを表すということになります。続いて左から二つ目の大要線なんですけれども、 大陽線というのはこのローソク足の実体の部分が非常に大きい陽線のことを言いますで非常に大きいというのは何をもって判断するかというと特にですねこの実体の部分の値幅がいくら以上であるとかこの実体の部分の大きさとヒゲの部分の比率がいくらといったような基準があるわけではありませんのでこれはですね実際にチャートに現れた陽線の実体の部分の大きさを見て主観的に判断するということになりますで大陽線の意味は何かというと非常に強い買いということになります 非常に強い買いの勢いがあったからこそ、このような大きな値幅を伴って上昇したというふうに捉えるというものです。 続いて左から3つ目の上髭の長い陽線なんですがこの形に関しては陽線であることには変わりがありませんので全体としては買いが強いんですがここのひげの部分ですねここの部分に大きめの売りが介在しているという意味になりますどういうことかというとこちらの図を使ってですねイメージを確認していきたいと思うんですがまずこの始め値の位置からスタートすることに関しては変わりありませんえまず安値をつけてそこから高値をつけるんですが 今度上がったところからの売りの勢いというのが強いために、高値から深く押した位置で終わり値を形成することによって、ここの部分ですね、ここの部分が長い上髭で終了するというものになります。 ですので、買いの勢いが強くて、このように高値を形成したものの、上がったところでの強い売りの介在というものがあったために、このように深く押したところで終わり値を形成することになったというものです。でこのような足が形成される時というのは、大体ですね、このようなところに上位足クラスのレジスタンスラインが控えていることが多いです。ですので、買い手の勢いが強いので、このように高値を作りに行くんですが、ある程度上がった水準では、今度は上位足レベルの売りが介在してくるために、このように大きく押し戻されて、 ような足が形成されるというものですこちらはユーロドルの4時間足チャートですがここの陽線に注目してくださいこのように上ヒゲが長い陽線が出現していますここの部分何かあるのかなということを上位足である日足を使って見ていきますとはいこちらの赤のボックスの部分が4時間足で見た上ヒゲの陽線の部分になりますけども左側見るとですねここに日足のスイングハイが控えているということがわかると思いますですので買いのポジションを狙っている時にこのような陽線が出現した場合というのはこのヒゲの部分のところでですね 何かあるのかもしれないというふうに考えて上位足の状況を見るようにするといいと思います続いて4つ目ですね下髭の長い陽線になりますがえこれは3つ目の場合と逆になります今度はこの長い下髭の部分に強い貝の圧力が介在しているということが推測されるということになりますえ加えて全体として陽線ですので貝が優勢ということになるんですが特にこの初めにより下の部分ですねここの部分に強い貝の圧力が下されるということになりますでですのののつ目の例の場合とは 逆に今度は売りを狙っているようなケースでこのような要線が出現した場合というのは下側に強い買いの圧力が存在しているのかもしれないというふうに考えて少し注意をした方がいいというふうに考えることができます先ほどの3つ目の要線と同様なんですがここの下髭の付近に何かあるかもしれないというふうに考えて上位足の状況を含めてですね相場環境を見直してみるといいと思いますオードル・ベイドルの2023年10月26日の1時間足です直近のの動きを見ていくと青のラインで示したように レンジ相場をを形成しその加減を下に抜いてきたところですレンジブレイクのトレード方法を知っている方であれば、レンジを下に抜けてきたということで、戻ったところからの戻り売りですね、こういったところからの戻り売りを狙うことを考えるかもしれませんが、え実際にはこの後このように動きます。 こちらがその後の様子なんですけれども、この手前の下げの部分をですね、全戻しするような形となりました。この10月26日の冷足の始まりと引けの時点が、この赤の縦線で示したところなんですが、この時点の冷足を見てみるとこのようになります。 こちらが日足の様子なんですが、日足ではこの赤のラインで示すようなレンジ相場が発生していて、その下限のところでですね、この青のボックスで囲った下髭の長い陽線が出たところになります。再び一時間足の様子なんですが、日足の環境認識を正しくできていれば、下限の近くでこういう日足の足が出たということで、まだ日足のレンジの中にいるわけですから、ここから反発してくるかもしれないということが考えられます。上位足を含めた環境認識をしっかり行って、ロウソク足の動きに注意を払うだけでも不要な とととととここころででの負けけを減らすすががきるるいいいうことが分かっていただけると思いますそれでは続いて陰線の方を見ていきたいと思います。まずは一番左の形ですね。これが最も標準的な陰線の形となります。で陰線を形成するときというのは、この初めのところからスタートして、まず高値をつけて、そこから安値をつけに行きます。そしてそこから終わり値をつけてクローズする。この流れで形成することが一般的ですで。陰線はどのように解釈したらいいのかというと、これは売りの強さということになります。 このように日中の高値をつけた後に売り込まれて下落をして安値をつけます。でそこから少し戻したところで終わり値を形成するんですが、この終わり値というのは初め値としてつけた価格よりも安い値で引けていますので、全体を通してみると売りが優勢だったというふうに見ることができるわけです。続いて大陰線なんですが、大陰線というのは大陽線の逆ですね。これは非常に強い売りということを意味します。また大陰線なのか通常の陰線なのかの見極めなんですけども、えこれも陽線か大陽線かと 同様にこの実体の部分の大きさを見て主観的に判断するということになります続いて左から3つ目の上髭の長い陰線なんですがこれは一つ上の上髭の長い要線と同様に考えればいいということになります全体としては陰線ですので売りが優勢ということになるんですが特にここの上髭の部分ですねここに強い売りが介在しているということが示唆される形になりますこのように初めのところから上昇して高値をつけに行くんですが今度はそこからのですね売りの勢いというのが非常に 非常に強くて結果的に終わり値が始め値よりも安い価格で引けてしまったということでここの始め値のところから高値のところにかけて非常にに大きいいい売りりの圧力が下されるととうことになりますはい、ですので買いのポジションを狙っている時にこのようなロうソク足の形状が出現した時というのは。 このヒゲの付近のところに何かあるかもしれないというふうに考えて、上位足の状況を含めて直近の相場状況を見てみるということがいいと思います。もしかしたら上位足や下降トレンドになっているために、このような強い売りを示唆する形が出ているかもしれないというふうに考えることもできるわけです。最後左から4つ目の下ヒゲの長い陰線を見ていきたいと思いますが、これも全体としては陰線ですので、売りが優勢な形には変わりがないんですが、このヒゲの部分ですね、ここのヒゲの部分に強い貝が介在しているということが示唆されるものになります。 ですので、売りのポジションを狙っている時にこのような足が出現した場合は、この付近にですね、上位足レベルの強いサポートラインが存在していないかどうか、チェックするのが望ましいということになります。 はい。また加えてですね、このような陰線が出現した後に、例えばですね、次のローソク足が、えー、大きな大陽線で引けたような場合なんですけども、これはですね、ここの下髭の部分で疑われた強い貝の介在というのがかなり現実味を帯びてきたというふうに見ることもできますので、売りを狙っている場合は反発の可能性に十分に注意をしないといけないということになります。はい。最後にこのレンジのタイプについて見ていきたいと思います。 一つ目がこの実体が全くないろうそくのタイプ。これは十字線とも呼ばれたりします。二つ目は実体が存在するんですけども、非常に実体の部分が小さい足で、こちらのろうそく足のことをコマ足というふうに呼びます。これら二つの足というのは、ろうそく足の形状は違いますが、本質的には同じで、それがレンジになっているということです。どういうことかというと、まずこの実体のない十字線の方から見ていきたいんですが、十字線というのは、このはじめねと、 終わり値のの価格が同じ足のことを言いますつまり、この、始め値からスタートして、高値をつけて、安値をつけて、終わり値をつける。えもしくは、始め値からスタートして、安値をつけてから高値をつけて、終わり値をつけるえ。どちらの順序でもいいんですけども、相場が始まった時と終わった時の価格が同じということで、この期間を通して、売りも買いも同等の力だったというふうに言うことができます。つまり、売り買いがきっ抗しているレンジ相場だったということになります。 はい。で、実際にコマ足が発生した時の、貝足の動きを見ると、このようなレンジになっていることがわかります。え今表示しているチャートはユーロドルの冷足なんですけども、ここの赤のボックスで囲ったロウソク足を見てください。ここは2023年12月11日の冷足です。で、ここの部分の動きをですね、1時間足を使って見ていきたいと思います。こちらが1時間足の様子なんですが、赤のボックスで囲った部分が12月11日の値、ね、動きになりますえ。この青の平行線で示したようにレンジ相場になっていることがわかると思います。 はい。ですので、コマ足が出たらですね、レンジが発生しているというふうに、買い足の様子を含めて想像できるようになると、チャートの見方というのが一段レベルアップすると思いますので、ぜひ覚えておいてください。それではここからは終わり値の重要性について解説をしていきたいと思います。なぜ終わり値が重要かという点なんですが、動画の冒頭で終わり値というのは相場が閉まった時の価格というお話をしました。相場というのは一般的に取引所がオープンして、取引が始まった直後というのが最も取引が多く、 相場が閉まる時期が近づくにつれて取引量は減っていきますえ。株のデートレとかやられる方は板とか見ると思いますが、市場のクローズが迫ってくると注文が減ってくる様子を目にしたことがあると思いますえ。つまり取引量が少なくなっている。相場が閉まった時の価格でさえ前日につけた高値を超えた、前日の安値を超えたということは、それだけその日の買いの勢いや売りの勢いが強かったということを示唆します。だから終わり値が重要視されるということです。で特に重要なのが冷やしの終わり値です。 冷やしっていうのは文字通り全世界の投資家トレーダーが注目していると言っても過言ではないくらい重要視されている時間軸です。その冷やしの終値というのは1日の取引の最後につけた価格ということでさらに重要です。今表示しているチャートはポンドドルの冷やし2024年2月半ば付近のデータを表示しています。この黒の平行線で囲った部分に注目をしてください。この一番左の陰線、これが2月の5日の高値と安値なんですが、その後10日間ですね、およそ2週間にわたって冷やしの終値 ベースでででこここののの2月5日の高値安値安をブレイクできてていいいいない状態が続いていましたただここの足ですね今この赤のボックスで囲った足なんですけどもこのローソク足の終わり値でその高値をブレークするとそこから相場の上昇に転じているということがわかると思いますこのことは日足の終わり値がいかに重要なものとして見られているかの1つの例ですまたサポートラインやレジスタンスラインそれから高値安値のブレークに関して実体でのブレークかヒゲでのブレークかという議論があると思いますがこの点に関しても実体で のブレイクを重要視している人というのは。 この終わり値の重要性に焦点を当てているからなんです。また相場理論として有名なダウ理論ですが、これはダウ理論を生み出したチャールズ・ダウシ自身が終わり値で相場を見ていたということから、ダウ理論は終わり値を重要視しています。ダウ理論を使っているという方はですね、今回の終わり値の話もぜひ参考にしてみてください。それでは4つ目のトピックとして、高値や安値を更新することの意味についてお話をしていきたいと思います。ローソク足の種類の解説のところで、要線は買いが優勢、陰線は売りが優勢というお話をしました。 この大原則に基づいてチャートを見ていくだけでも非常にシンプルに見ることができます。こちらの図を見てください。日足のロウソク足をイメージしてもらいたいんですが、例えば週の始まりの月曜日の足が陽線で引けたとします。ここの1日目のところですね。そして次の火曜日のロウソク足も陽線で、さらに前日の高値を更新してきたとします。もう一度最初のロウソク足の基本の説明に戻りますが、陽線というのは買いが売りよりも強い結果として陽線になるわけです。 そして2日目の火曜日もさらに陽線になったということであればシンプルに考えて月曜日の買いの強さを引き継いで火曜日も買いが優勢だったということですさらに前日の高値を超えてきたということは前日の勢いを上回るほどの買いの勢いが優勢だったということができます特に3つ目のトピックでお話しした終わり値で前日の高値を更新してきた時なんかは特にそういうふうに言うことができると思いますであれば次の日3日目ですねこの次の日の買いと売りどちらが優勢になりそうかと といえば買いの方が優勢になりやすいというふうに考えるのが自然ですよね。 ままししててやや上昇トレンドが発生いいいいるとななんかは、なおさらそういう,ふうに考えやすいと思います。思もちろんすぐ上に抵抗として意識されているようなラインがあるとかであれば話は別で警戒はしないといけませんし常にそのような相場環境を踏まえて見ていかないといけないんですが単純にこのロウソク足の動きだけで見た場合は1日目買いが強かった2日目買いが強かったということであれば次に下がったところでは押し目買いを狙って買い手として参加してくる勢力がいるということは想像しやすいですよね こう考えていくと、じゃあ下がったところから押し目買いを狙ってみようということで、これだけで狙う方向性を明確にすることができるわけです。あとは具体的にどういう条件が整ったら実際に買いのポジションを持つか、その条件を決める。それがトレードシナリオになります。でインジケーターばっかり見ていると、こういうシンプルで重要な事実というのを見逃しがちですので、今まで意識していなかったという方は、ローソク足の動きにも注意を払ってみることをお勧めします。 はい。ということで今回はローソク足の見方の基本をお伝えしてきたわけなんですけれども、動画の後半でも解説したように、ローソク足からだけでも非常に多くの情報を受け取ることができます。相場が動く理由はシンプルです。 買買いいががががが売売りが買いよりりりりりりよよもも強強けけれれればばば上下まますす両者が互角であればレンジになります動画の前半でロウソク足の10種類を3つのカテゴリーで解説しましたけれども相場の動きは上がる下がる横ばいこの3つしかないわけですこうした最も原始的な動きが現れているのがロウソク足です普段ロウソク足にはあまり注意を払っていなかったという方はロウソク足にも意識を向けてみるとチャートの見方が変わってくると思いますので今回の内容ですねぜひ取り入れてみてください今回はロウソク足に焦点をします 掘って解説をしてきたわけなんですけどもローソク足の動きやプライスアクションに興味を持ったという方は概要欄に関連するプライスアクションの動画を貼っていますので合わせて視聴してみてください特に終わり値の重要性に関してはこちらのブレイクの判断の動画が役に立つと思います合わせて視聴してみてください最後になりますが今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になりますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら